様こんにちは。フルート&ミュージカル創造者の斉藤舞香です。今日もお部屋を飛び出ましてですね、防音があるお部屋なんですけど、黒板もあるお部屋に来ています。はい、かなり大きめのお部屋なのでね、ソーシャルディスタンスは余裕なんですけれども、今は私一人なのでね、はい、何も気にすることなく吹けています。で、防音室なんですけどもね、結構外の音も聞こえてしまうので、完璧な防音ではないのでね、時々車が通ってる音とかが聞こえてるかもしれないですね。今日はセイピッコロでクリスタルフルートの教本のザ・ストリート・オブ・ラレード、このラレード通りってね、以前動画に上げさせていただいた時にね、そんな話をちらっとさせていただいたんですけど、ちょっと切ないね、悲しいメロディですねっていう話をさせていただきましたが、本日はセイピッコロで音源を取らせていただきました。皆様もぜひ吹いてみてくださいね。それでは皆様、またね。